バスケットボールプエルトリコ代表は、プエルトリコバスケットボール連盟により、国際大会に派遣される、バスケットボールのナショナルチームである。アメリカ選手権では1980年の第1回をはじめ3度の優勝を誇るカリブ海の強豪であり、国際大会の常連でもある。2006年世界選手権には、ワイルドカードで出場。 米国との熾烈なライバル関係も有名で、アテネ五輪及び2006年世界選手権とも同組となっている。アテネ五輪では1992年にドリームチームが結成されて、以降の米国の五輪における連勝を24で止め、2006年世界選手権では破れはしたものの100得点を奪った。2008年北京五輪は世界最終予選で最後の切符をかけて、 ドイツと対戦するが本大会出場権を逃した。ありがとうございます。